ピア上海で行きました。はい、どうぞ。お、すごいじゃん。本格的ですね。うん。早く食べたいね。いいのをする。ご飯いる。いる。じゃあご飯持ってきます。お願いします。はい、どうぞ。おお。カリカリ感がすごいです。このまま行った方がいいのかな。まずはそのまま行きます。行ってみよう。おっと。めっちゃ美味しい。日本でいう餃子の具みたいなやつ。で、いっぱい具が入ってて、味がしっかりついてて、これだけでも美味しい。うん。うん。で、なんかよりでかいサイズだからさ、いいね。うん、ボリューム感が。きっとチリと合うんだよ。うん。美味しい、美味しい。ほんとお店の味だわ。おう。うん。オイスターソースの味する？え、入れたの？入れた。分かんなかった。なんで入れたの？レストランで食べた時もさ、うん、オイスターソースの味したじゃん。なんか入れてみた。そんな感じないぐらいで美味しい。うん、これ入れるよ。うん。うん、お店で。じゃあまずそのまま。そうだね。いきます。うん。美味しい。美味しいよ。うん。これニンニクの風味がいいですね。うん。パンチが効いて。うん。うん。美味しい。美味しいね。うん。おかわりしました。いやー、美味しいね。幸せ。うん、今日はルンピア上海を初めて作ってみました。うん、いかがでしたか？すっごく美味しかったですね。はい。うん、お店の味でした、ちゃんと。はい。うん。ボリュームがあってご飯にもあって、うん、我が家のメニューがまた一つ加わって嬉しいなって思います。はい、どうでしたか？ニンニクの風味がパンチがあって美味しかったですね。美味しかったね。うん、うん、他にも作ってほしい料理がありましたらコメント欄で教えてください。どんどん教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。またね。またね。